すごい私たちですね新庄雪祭り初めて、はい、参加させていただくんですけども、なかなかの雪が<笑>なんか今年ね雪が少なくて、すごい心配してたんですけど、はい、<笑>なんかやっとね、やっと冬が来たなって感じで、でもこれはあの新庄の皆さんにとってはちょっと少ない方なんですね。少ないですか。新庄の方少ない、あ少ないですね。少ないです。そうなんだ、なかなかのもう冬が来たって感じですけどね、ちょっとそしてステージの上がね、ツルツルツルで<笑>ごめんなさい、ツルツルで ちゃんと踊れてるか心配なんですけど、まあ転んでもちょっと温かい目で見ていただいて、私精一杯頑張りたいと思いますので、ぜひね、ちょっともう顔が固まっていきますね。ちょっとそう見てる方が一番寒いので、ちょっと精一杯ね温めていきたいなと思います。そして次に披露させていただく曲はですね、カバー曲となっていて皆さんどこかで聞いたことのある曲だと思いますので、寒いと思うのでぜひ一緒に歌って、そうですね、温まっていきましょうね。ぜひ歌っていてください。よろしくお願いします。 初めて会った日、予想よそしく、あれから色々あって、時には喧嘩もして、分かり合うための時過ごしたね。この日ない、僕ら空の下。
寒くないですか？なかなかね、すごいすごい吹雪でした。何私たちもあのこのね、この状況っていうんですか、なんていうんですかね、この気候で初めてです、ライブするのが初めてで、すごい楽しいですね。逆に何か楽しいですね。ぜひね、 MPFB 初めて見るよって方たくさんいらっしゃると思うんですよ。わー言えない、ありがとうございます。やだね、なんか初めてがこんなね、前髪するみたいな、ちょっとね、なかなかないんですけど、ぜひね、次の曲は、そう、次の曲はね、あの皆さんお子様も一緒に楽しめる曲となっていて、ぜひみんなね、毎週ね、見てる、そう、聞いてるし、聞いてはないか、見てる番組の、はい、そうね、ドラえもんの曲となっていますので、はい、分かる方ぜひ一緒にね歌ってもらえたら嬉しいです。ちょっと上脱ぎますか？脱ぎましょう。私たち気合い入れますね。はい、頑張ります。